今日は2021年度個人株主増加数ランキング第14位のイオンモールの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。第15位だった中外製薬に続けて2021年度個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。ランキング第14位はイオンモールです。イオンモールはイオンのショッピングセンターや商業施設のオーパを開発運営している企業です。最近では海外展開に力を入れておりまして、中国や東南アジアでの事業を積極的に行っています。増配をしてきたことで高配当株の仲間入りをした上に3000相当の株主優待を受け取れるということで個人株主が増えたと思われます。イオンモールのビジネスモデルと今後の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはイオンモールのビジネスモデルを紹介します。イオンモールは1911年に岐阜県で岐阜建士株式会社が設立されたのが始まりです。1970年に現在のイオンモールの親会社であるジャスコがイオンモールを買収してジャスコグループの一員となります。1989年に社名をイオン興産に変更すると、新たに大規模ショッピングセンターの開発運営のディベロッパー事業を開始します。1999年にショッピングセンター第1号となるイオンモール津軽柏がオープンします。その後モール型ショッピングセンターにおけるパイオニア的存在として鈴鹿や倉敷など地方を中心に出店を続けていきます。2001年に現在のイオンモールに社名変更すると、2002年に東証一部に上場を果たします。2007年にダイヤモンドシティと合併すると、新規出店やリニューアルオープンを積極的に進めていくようになります。2008年には中国北京で海外のイオンモール1号店がオープンすると、現在まで天津、関東など4エリアを中心にドミナント出店を進めてきています。2022年4月末時点で国内外で198店舗を展開中です。2026年2月期までの中期経営計画では、成長性の高い ASEAN での積極出店と国内では地域の最新のニーズに沿った増床リニューアルを積極的に実施して、地域になくてはならないモール作りを進めると発表しています。イオンモールはショッピングモールの運営を主軸としています。有力な専門店を招致して賃料収入を得るだけでなく、専門店の収益に応じたフィーを得る構造となっています。また専門店企業の収益拡大につながるようなイベントなども企画しています。イオンモールは主に国内事業、海外事業、都市型事業、次世代モール事業の4つのセグメントに分かれています。国内海外ともにその時代、立地、市場を踏まえて個々の特色を打ち出したコンセプトを策定して商業施設を作っています。都市型事業では完全子会社化したオーパを展開しています。次世代モール事業では新たな事業フォーマットを展開しています。地域創生型商業施設ジ・アウトレットの1号店を広島にオープンすると、2021年には2号店を福岡県北九州市にオープンしています。またベトナムにオープン予定のイオンモール保安前でも上層階にオフィスを設けて、快適で利便性が高いオフィス環境を提供するなど、これまでの商業施設とは異なる形態の展開を行っています。直近の話題では東京八王子に次世代型複合商業施設を2025年春に開業すると発表しています。ショッピングセンターだけでなく、ネットスーパーなどに対応した物流機能を持つ顧客フルフィルメントセンターを併設するとのことです。リアル店舗で集客するとともに、デジタル事業の拠点として新しいショッピングセンターのモデルを作ることを目指しています。また海外ではベトナムで各地方政府と協定締結して出店先の確保に動いています。中国では成長余地の大きい内陸部への出店を推進していくとのことです。海外は2025年度に現在から17店増の52店体制を計画しています。イオンモールはアジア50億人の心を動かすという経営ビジョンを掲げていまして、アジア最大のモール開発会社を目指して積極投資を続けています。高い売上高利益率を誇っていることから、イオングループの業績を支える中核企業として成長余地をまだまだ持っている企業といえます。続いてイオンモールの直近の決算内容を解説します。2023年2月期第2クォーターの決算発表なんですけども、営業収益は1941億400万円、前年同期比 26% 増、営業利益は228億2600万円、前年同期比 16% 増、純利益は71億2200万円、前年同期比 44.5% 減となっています。今期から収益認識に関する会計基準を適用しています。営業収益は新型コロナの行動制限が解除されたことで、ショッピングモールの専門店の売上などが回復したことで伸びました。一方、新型コロナの影響による一時休業期間中の固定費などの負担や、老朽化した一部店舗の閉鎖に伴う減損損失を特別損失として合計約37億円を計上しています。また前年同期と比べて税金費用も増えたことから、純利益は大幅な減益となりました。
市場予想を下回る決算内容となっています。岩村社長は決算説明会で、インフレ下で消費者の生活防衛意識が想定を超え、買い控えが起きている、消費を促せていないと語っています。人手は戻っても景気後退懸念による消費者の節約志向が見え始めている様子です。またコロナの影響が薄れてきた中国とベトナムは下期に持ち直す見通しである一方、国内はコロナ前の2019年の同期と比較すると、国内の既存店売上高は 13% 少ない水準となっています。これらを踏まえた上で通期の業績予想は据え置いています。続いてイオンモールの株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきたいんですけれども、株価はここのコロナショック時を除けばおおむね1600円前後から2000円前後、このあたりでの動きが続いてきています。特に今年に入ってからは1600円を挟んで行ったり来たりの動きが続いておりまして、安定した推移となっているという印象です。イオンモールの本日の終値は1600円で、年間配当金は50円を予定しています。よって配当利回りは 3% となります。イオンモールに投資するもう一つの魅力が株の集大成度となっていまして、イオンギフトカード、カタログギフト、カーボンオフセットサービスの購入、いずれかの選択制となっています。100株で3000円相当、500株で5000円相当、1000株以上で1万円相当となっています。そして1000株以上保有ということになるんですけども、継続保有期間3年以上になりますと追加贈呈となっていまして、アップグレードする仕組みとなっています。業績についてはテナント収入が安定して入ってくるビジネスモデルですので、コロナショック時を除けば着実に収益を上げています。来期にかけては海外事業の収益回復の見込みから増収増益の見通しでして、増配というのにも期待ができそうです。ここ直近の動きに目をやりますと、新型コロナ第7波による影響懸念ですとか、中間決算が市場予想を下回ったことから株価は下落基調になっています。ただ現在の株価水準で PR が 15.8 倍、 PBR も 0.7 倍となっていまして、割安感も出始めています。コロナショック前後の株価のレンジから推察しますと、現在の1600円前後、このあたりの水準については押し目買いを検討してもいい水準だと思います。大型の M&A でもない限り、事業規模が急激に大きくなることはないという反面、テナント収入を中心とした安定感のある収益モデルであることを考慮しますと、株価は今後もこれまでと同じく、まあ、1500円から2000円前後、このあたりでのボックス圏の動きが続くと予想します。なので株価の大きな成長というのは期待できないかもしれないんですけども、1500円台で買っておけば配当利回り 3% 以上の高配当に加えて3000円相当の株の集大もあるということから、安心して持っていられる長期保有に向く銘柄だと思います。続いてイオンモールの今後の懸念材料についてお話します。まずは地政学リスクについてです。イオンモールの収益力拡大については ASEAN を中心とした海外事業の成長は欠かせません。一方で開発中の案件には中国など地政学リスクが顕在化している国も含まれているため注意が必要です。そしてもう一つが親子上場についてです。国内市場で事例の多い親子上場については、規制当局や投資家がコーポレートガバナンスを重視する動きが強まってきています。そんな中、イオンはイオンモールを含めた15の上場子会社を抱えておりまして、親子上場の是非が議論されています。イオンは経営を強化してレベルを上げていくには、上場が一番合理的だと親子上場の利点を説明しています。親子上場の解消による突然の上場廃止といった状況に見舞われる可能性もあるため、注意しておく必要があります。今日のまとめということなんですけども、イオンモールは業績安定、さらには高配当、そして3000円相当の株の集大制度がありということで、バランスが取れている点から個人株主が増えたと思われます。今後も海外事業を中心に業績を伸ばしていく可能性があります。コロナショックのようなアクシデントがない限りは業績に安定感がありますので、高配当と株の集大制度には引き続き期待ができると思います。一方で株価の大きな成長というのは期待できないかもしれないんですけれども、高配当と株の集大制度を安定的に受け取っていきたいと長期保有で考えている投資家さんにとってはメリットがある銘柄だと思いました。今日は2021年度個人株主増加数ランキング第14位のイオンモールの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。